おはようございます。今日は2020年5月21日かな、20日、あら今日20日、早い、あっという間でございますね。今日で2年目かな私ってことは。へえ、早いですね。毎日投稿し始めまして2年目でございます。今日は早いです。あっという間でした。あ、天気はね、空模様はね、曇りでございます。ではでは、ギターのチューニングから始めたいと思います。ん、ちょっと待って、すごい、指の練習1番でございます。でもね、なかなか指が、やっぱり指ね、ここのとこね、このね、中指と小指のこの薬指つか、中小指人差し薬指、ここね、ここができない、すいません。ではでは、2つ目の指の練習でございます。ちょっと待って、これもね、なかなかね、こうでしょ。昨日と同じとこ間違った、ここのドレレがね、間違えちゃいました。ではでは、今日は時間があるかな、大丈夫かな、ね、おしゃべり多くなっちゃった。はい、会いたくて、シリさんの曲、会いたくて、コード練習でございます。
しりさん、ごめんなさい。ではでは、今私の第2弾でございます。ね、ちょっと待ってよ。これね、題名はまだ言いませんけどね、歌えるようになったら言いますね。書いてさ、こうやって自分でね、こうやって書いてるんだけど、自分で書いて、ちっちゃいからさ見えないの。いつもねここね G+4G から B に来るとこ、ここがね、ここがねちょっとね指が G から+4から G 行って G から B7 行くんだけど、ここがちょっとねまだ慣れてません。こういうの初めてなんで、こういうね+4とかっていうあのコードはあんまり弾かないんです。ほとんどあの3本、まあ F とかはあれするけど、 4本指ってあんまり、だいたい3本指で押さえられるコードですね。はいはい。ではでは、今日はね、水玉でございます。紫に白の水玉、これはねよくねレッスンの時によく履いてたスカート、ファルダでございます。懐かしい。これねずいぶん前に履いてたんだけど、今着たらね後ろのファスナーがちょっとね上がりません , 笑っちゃうね。後ろのスカート、あのファルダーが上がんない、ファスナーが上がりませんよ、なんちゃってね。こんな余談失礼いたしました。ではでは、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ではでは、またです。早くね歌えるようになりたいと思います。